ちょっとね、段ボール多いよね。たまちゃん、段ボール多くない？まずさ、段ボールハウスあるじゃん、そもそも。ね、今日は年末に向けてこれをね、ちょっともう年末大掃除があるからね、段ボールを減らそう作戦をしようと思ったらこれよね。遊び出すって急に入り出す。今まで入ってなかったやん。ねえ、今まで入ってなかったよね。たまちゃん、それ捨てるよ。それ捨てるよ。入ってなかったよ。入ってなかったよ。どうしたん？これはね、ちょっとね、これはそもそもね、給湯器のやつだからそんなにね入れないから、これは捨てますよ絶対。それだってあーちゃんしか入れんけさ、捨てていい？これしかもね、これこれここ取れたよね。これ前ね、アクアの首輪をね探すときにね、アロンが全部穴を開けて探したんですけど、まあ結果的にこの中にはなかったんですけどね、こうやって蓋してたのがもう取れ出したんで、ここもね、もう猫の力で取れ出したんで、もう取っちゃおうと。意外とね、丸がいいだろうと思って丸で作ったけど、なんかそうでもなかったみたい。四角でもいいみたいな。こうやって布団も取って、もう不要な段ボールはね捨てたいと思います。不要な段ボールは捨てますよ。めっちゃ穴開き段ボールになってきた。ね、ピカピカにしてね、新年を迎えましょう。卵さん、いいですか、この段ボール捨てて。僕まだいいと思うけどなーみたいな。この段ボールがないおかげで広々使えるよ。そう、段ボールに入りたかったらその段ボールハウスに入ってください。ダンボールなくてもベッドがいっぱいあるから。ほら、たまちゃんも気に入った。